わからんな。正直さ、水着サーバントって予想できないからさ、まああんまり予想、まあクラス予想とかはできないんだけど、めちゃくちゃセイバーよな。腰のやつだけ見るとめちゃくちゃセイバーなんだけど、鈴鹿御前はセイバーなんで、もともとが。正直ちょっとわからん。ただなんか、着てる服的にすっげえバサーって感じなんだよな。バサカかアサシンっぽい気がする、個人的に。バサカアサシンかな。で、クロエが、どうなんだろうな。まあ傘持ってるからランサーみたいなのはあるかもしんないけど、けど俺的にあのイリアに強くあってほしいっていうのがあるから、個人的にはクロエはランサーであってほしい感あるんだよね。水着のイリアがアーチャーだから、そこでランサーになって、でミユがセイバーになってくれたらめっちゃいい。ただこういう感じのキャラクターはライダー説っていうのがあったりとかするから、ライダーの可能性もあるかな。エクストラクラス来られると正直もうわかんないね。7騎士で言うとアサシンかバサカっぽいな。で、クロウだった場合、ライダーかランサーっぽいなーって感じはする。あー、アビーと BB はクラス変わんないから、そのままで来る可能性は十分にあるかもしんないんだけど、それってあくまでエクストラクラスっていう感じがするから、ここら辺のなんか、通常クラスで来てる、セイバー、アーチャーで来てるこの子たちが、正直、そのまま同じクラスで、みたいな感じはないって思ってる。だから俺個人としては、そうだね、鈴鹿御前は結局、アサシンかバーサーカー読み、黒がランサーかライダーかなーって感じはする。で、キャストリア。キャストリア何のクラスになるかなんだよなー。キャストリアがわからんのよなぁ。というか、キャストリア良かったね。ちゃんと足あって。ちゃんと足書かれてるね。足がないんじゃないかみたいなこと言われてましたが、ちゃんと足は書かれてました。で、なんか、情報によると、アルトリアキャスターって言ってるんですけど、キャスターじゃないですよって、川澄さんが、なんかポロッと、裏番組みたいな感じで言ってたから、まあ、キャスターではないっぽい。アルトリアキャスターと言われているがキャスターではない感じだよね。で、俺個人として、正直ね、俺はね、プリテンダー読み。俺はプリテンダー読み。アルトリアで出てないクラスが、今、多分、今アルトリアで出てないクラスが、だからエクストラクラスが出てないよ。ムンキャとかが出てないと思うから、そこかな。で、俺は、なんかレディーアバロンか、オベロン意識で、プリテンダーになるんじゃねえかなーってめっちゃ思う。アベンジャーも出てないか。けど、アベンジャーな感じはしないな、正直。ただ、まあ、やっぱエクストラクラスっていうのが個人的にあるから、エクストラっぽい感じはする。もしくは、アーチャーかなー。アーチャー。なんだろう、まあ、過去の例を見ると、なんかこういうのを操作してるやつ。こういう鳥とかイルカとか操作してるやつって、アーチャーなんすよね。めっちゃ。水着のジャンヌ見たらわかるんだけど、イルカって、投げれるから、弓なんですよ。とかいう意味わかんないこと言うから、そのこと考えると、なんか、アーチャーできてもおかしくはない。現環境、アーチャー結構実装されてるんだよね。ドゥルガー実装されたし、なんか、いろんなこと考えると、アーチャーはないなって思う。ここ最近実装したことを考えたらね。ってなると、プリテンダーな気するんだよな。で、水着自体が結局、多分ね、ぶっ壊れが一体いるんすよ。去年ぶっ壊れ全部作ったからってこと考えると、なんか、プーリンとの合わせとか、オベロンとの合わせでプリテンダーみたいな感じでやる気がするんだよな。けどやっぱエクストラクラスっぽいんだよな。まあ、これでまさかの、バーサーカーですとか言い始めたらびっくりするけど。よくよく考えたらね、今ね、プリテンダーってね、アーツいないんすよね。ヘファイスティオンが単体アーツ、エリちゃんがバスター全体、てか全体バスター、で、ウィチロポチトリ、トラロックが Q 全体、オベロンが B 全体、プーリンがアーツ補助っていう時点で、普通にアーツ全体のプリテンダーとして実装しても正直悪くないとは思う。
バスターの可能性もあるけど、まあどうなんだろうな、アーツな気はするな。で、個人的に宝具見た感じ、あれだね、宝具を見る感じは圧倒的に攻撃宝具になると思うから、あー多段ヒットな感じは俺もする。キャストリアの宝具がうるせえ。キャストリアけどこれ見る感じめちゃくちゃ全体なんだよな。てかこの服装何、この服装めっちゃ綺麗だな。パン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 って出て射出してるんだよねこれさすがにカウンターではないな。射出してなかったらカウンターじゃない説あったかもしれないけど、ポンポンポンドーンやってるから、まあカウンター宝具ではないだろうな。窓まぎ感はあるかもしれない。あー今日そうか、ジャンヌ、えけどどうだろうな、水着ジャンヌの時に水着モルガン配布、いやないな、全体宝具だと思う。まあ確かにジャンヌダルクとジャンヌダルコールタが実装されたタイミングで社長が2枚書いてるっていうのがあったから、確かにってなるんだけど、ジャンヌなんだよなーって感じなんだよね。なんかアルトリアだったら可能性あるなーとは言うんだけど、俺社長がねアルトリア書くときって、いや俺はもうアルトリアしか書かんから、わかるか、アルトリアだみたいな謎の精神がありそうな気がするから、勝手な信頼ね。そういった意味ではモルガン陛下はなんか来ない気がするんだよな。まあ人気があるからモルガン配布とかだったらワンチャンあるけど、そうだね、星5としてモルガンが来るかって言われると微妙な気はする。可能性として配布モルガンワンチャンぐらいか。いやけどないな、なんか人気があるキャラクター2機をここでポンポンって出すかって言われると俺まだ出さないと思うんだよね。個人的にはなんか来年出した方がも儲かるよねっていう、そのちょっとねめたいことを言うとそういう気持ちにもなったりするから、ないんじゃないかなって思う。今年の2023星5 2期の星4が4期のピック2ってことなんかな、多分そうだと思う。でピック3で男性サーバントのピックして、で第4ピックとかで過去のサーバント配布していくみたいな、だから過去の水着サーバント復刻みたいな感じのをやるんじゃないかなって思ってる。そうそう、男性レイの星5がいないのがちょっと気になるんだよね。そう、複合ガチャで、やけど星4 4期複合ガチャは別にいいと思うんだよな。というか単独ピックを作ればいい話なんだよ。まあそうなると星5サーバント2回天井されるっていうのがあるからめんどくさいんだけど、複合ピックってまあ正直運が悪い人は出ない、だからな、運いい人、普通の人は出るから星のサーバントが、普通は。俺は出ねえけど。Thank you.